イーノス・スローターは1940から1950年代に活躍したアメリカメジャーリーグの選手。主なポジションは右翼手。ノースカロライナ州、ロックスボロ生まれ、右投げ左打ち。ニックネームはカントリー。1940から1935年にセントルイスカージナルスと契約し、3年後の1938年にメジャーデビュー。 1>, 1年目から112試合に出場し打率276の成績を残すスローターはスムーズなレベルスイングから確実にボールを打ち返すコンタクトヒッターとしてカージナルスのレギュラーに定着2年目には打率320とリーグ最多の52本の二塁打を放つ打率は 第二次世界大戦に従軍したためプレーをしなかった1943から1945年を除いて5年連続で3割を維持し、1942年シーズンにはリーグ最多の188安打打率318を記録して最多安打と首位打者のタイトルを獲得する。第二次世界大戦中は従軍し最短島に派兵されていた。後日スローターは 当時を解雇し、俺たちが球場を作って野球をしていると、崖の上から日本兵が無防備に見ていたという証言を残している。復音後、1946年シーズンには130打点でリーグの打点王を獲得。ワールドシリーズでも二塁打、三塁打、本塁打それぞれ一本を含む八安打を放ち、カージナルスをワールドシリーズ制覇に導いた。またオールスターゲームには、 1946年以降、トレードされる1953年まで8年連続の出場を誇る。1953年にカージナルスを離れ、ニューヨークヤンキース、カンザスシティアスレチックスと渡り歩く。1956年シーズン途中からヤンキースに復帰。この年から3年連続でワールドシリーズに出場した。1959年にミルウォーキーブレイブスに移り、 この年が大リーグ最後のシーズンとなった。その後も1960年、1961年はマイナーリーグで選手権任監督としてプレーしたスローターのカージナルス在籍時の背番号九セントルイスカージナルスの永久決断に1996年指定。自身の背番号旧永久決番表彰式でのスローター1985年にベテランズ委員会が アメリカ野球伝道入り選手に選出。スローターのカージナルス在籍時の背番号9は1996年に永久欠番に指定された。2002年にアクセリンパシュのためノースカロライナ州にて死去。1946年のレッドソックスとのワールドシリーズ3勝3敗で迎えた最終第7戦で3から3の同点の8回。 打者ハリー・ウォーカーが二塁打を放ち、一塁走者のスローターは一塁から一気に本塁に生還、シリーズを決定づける決勝点を挙げる。この時の闘争心むき出しの走塁は、ファンにマットダッシュと名付けられ、スローターの代表的なプレーとなった。このプレーでは記録上、ウォーカーの打撃結果は二塁打とされているが、実際の当たりはシングルヒットがふさわしい内容で、バック、 ツーベースヒットで一塁走者がホームインするのはまだ通常に考えられるプレーであるが実際のスローターのこの走塁はシングルヒットで一塁から生還したからこそ後世に伝えられるほどの高走塁なのである当時ある記者は記録員出にあなた方があのヒットを二塁だと記録することでこの素晴らしい走塁から感動と興奮を奪ってしまうんだぞとクレームをつけたという 現在カージナルスの本拠地、ブッシュスタジアム横に、スローターのマットダッシュの像が建てられている。スローターの闘争し剥き出しの走塁スタイルは、後に、ピートローズがそれを真似たと言われる。詳細は、EN、スローター S マットダッシュを参照。ありがとうございます。